あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞお前ら。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。おおしそうなのが出てきたな。いけるか。ギアセカンドゴムゴムのジェットピストル。諦めねえぞ。待ってろ。パーティーテーブルキックコース。なめないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーボルトテンポ。ビビってなんかいねえぞ。行くぞ。アームポイント黒帝クラス。ゴムゴムのバズーカー。ちょっとやばいかもな。コンカス。怖くなんてねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。ありがとうチョッパー。おう、熱い。任せて。サンダーチャージウィングアーム。ボーシャット。次はないわよ。ゴムゴムのガトリング。これで元気になるぞ。ありがとうチョッパー。おう、熱い。サンダーチャージウィングアーム。あんたがどれだけ強くても私の予報は外れない。この力があれば大事なもんだって守れる。俺強くなった気がする。でももっと必要な力なら残らず手にするわ。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて熱いな。何だったんだよこいつ、どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。なんだ、体からなんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。離れろルフィ、そのデカブツまだ生きてるぞ。次から次へと一体何だってんだ。ウソップ危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ、力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ、刀が重いだと。みんな下がってろ、俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの王。どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね、私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。俺がなめないでね。こう見えてなかなかやるわよ。今行く。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。待ってろ。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえな。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる？こっちだ。ついてこい。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か？大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ、お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。無関係ということはないでしょうね。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船はすべて海の物質だ。だがな、偶然漂着できちまうやつがいるんだ。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな。お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなもんだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたら、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけば、そこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。ははは、安心しろ。そんなつもりはないさ。さあ、まずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。さあ、飯だ。この肉全部食っていいか？ははは、いいぞ。約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。あら、ここ風が気持ちいいわね。2階は寝床みてえだな。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら。ワフルドだ。ははは、その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か。また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。レディーには指一本触れさせねえ。おっ、ついてるな。行くぞ。俺の敵じゃねえな。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮なやつらだぜ。任せな、俺が仕留めてやる。待ってろ。調子がいいぞ。誰も怪我してねえか。何かあったらすぐ俺に言うんだぞ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。さっさと片付けるわよ。俺が相手だ。今行く。なんじゃねえ。聞かねえな。やるぞ。邪魔だ。よし、飯にしよう。どっかに肉ねえのか。もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。ようやく感覚が戻ってきたぜ。これが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すという。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。よし、行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないとまだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど、本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い、前にどこかで。ちょっと見て、あれ宝箱じゃない？こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんてできすぎた話で怖くねえか？ブー、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー？ずいぶん古いもののようね。こ、何か光ってる。あれ、俺たちから抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。うわー、橋が壊れた。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろマリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。なんだ？でっけえタヌキだな。タヌキじゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入ったやつらは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんなやつらに負けてられっか。俺が相手だ。天候の変化にご注意ください。しょうがない、やりますか。マナーがなってねえの。俺に任せろ。情けない姿を見せちまったの。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮なやつらだぜ。たちなんかお呼びじゃないのよ。肩慣らしといくか。刀の旅にしてやる。その程度だ。足手まといにはならねえ。みんなの力になるんだ。あいつらは俺が片付ける。次はドイツだ。その程度だ。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。マナーがなってねえの。俺はもうあの頃の俺じゃねえ。行くぞ。みんな怪我したらすぐ言えよ。全部俺が直すからな。頼もしいな。マリモのやつには負けねえ。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。修行の成果が出てきたね。少しは強くなれたかしら。モーカさん、島キロです。あの島のここ止める。なんでだよ、上陸しねえ。島に近く嵐ね。黙って闘病監視を。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。お、なんだ？あっ！急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ？こ伸びるな。ちょっとワクワクしてきたぞ。俺が相手になってやるよ。バースカート。さてとゴムゴムのガンボリンだ。サンジ。ああ、ちょっと待ってろ。うまいもん作ってやるよ。俺はまだまだ強くなる。力が戻ってきたね。いい調子だ。みんなの役に立ってみせる。よーし、全員俺についてこい。私の成長は止まらないわ。成長を実感できるほど強くなれたわね。俺は化け物、強いんだ。気をつけろ、チョッパー。分かったゾロ、俺も力を出す。刃こぼれすら己の恥だ。しょうがない、やりますか。ミラージュ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮なやつらだぜ。今行く。俺。よし、行くぞ。反撃開始だ。待ってろ、くらえ。ナミさん、これが終わったらスイーツを作るからね。さあ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。うおー、サンジ、飯。調子がいいぞ。クソジジイの蹴りに近づいたか。うお、やった。や待て、お前にはあれが見えないのか？気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。やるか。ゴムゴムのガトリング。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮なやつらだぜ。なめんじゃねえ。覚悟しなさい。こんな粋なことするじゃねえか。さあやるわよ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。マナーがなってねえの。ナイさん、怪我はないかい？あら、サンジ君、お気遣いありがとう。問題ないわ。やったー！みんなの役に立ってみせる。修行の成果が出てきたね。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？聞いてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ助けてくれてありがとうって言ってたぞ。塞がれてる。やってやるぜ。よし、一応切れたが、くそ、まだ腕が鈍ってやがる。ちょっとワクワクしてきたぞ。来いよクソ野郎。3時なら大丈夫だ、心配ね。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。行くわよ。大やるぞ邪魔だ。もう少し休ませてくれてもよかったのに。俺に任せろ。なめんじゃねえ。いい勝負だった。もうこれ以上言葉はいらねえはずだぜ。力が戻ってきた。私の予報は100発100中、決して外さないわ。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。少し強くなったぞ。俺がキャプテンウソップだ。俺は強くならなくちゃいけねえ。少しは強くなれたかしら。何かいるのか、こんなところに。よっしゃった。俺がぶっ飛ばしてやる。さあ喧嘩だ。ゴムゴムのガトリングだ。私の番ね。やっと俺の出番か。マナー違反は見逃せぬ。さあディナーの準備に取り掛かるとするか。おおサンジ飯。私の成長は止まらないわ。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。てめえらがずっと見てやがったのは。そうだ、獣には火。ウソップ、あんたの技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。おいお前、おろしちまうぞ。し、俺様に任せる。イソップマホーム。ぶっ飛ばしてやる。まずいわね、こいつ強いわ。行くわよ、サイクロンテンポ。どうだ。俺は諦めねえぞ。必殺火薬帽子。ビビってなんかいねえぞ。やられてねえ。ゴムゴムのバズーカ。やったな。おい、なんで俺のところに。任せて。こんな。俺から行く。必殺火薬帽子。え、私。行くわよ。サイクロンテンポ。まだまだ行くぞ。くらえ。俺は海賊王になる男だ。こんなところで負けてらんねえ。この力があれば大事なもんだって守れる。クソジジイの蹴りに近づいたか。みんなの役に立ってみせる。俺は勇敢なる海の戦士ウソップだ。こいつ洞窟にいたやつだ。うさうさ。何か言ってるな。チョッパー、訳してくれるか。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い。でもお前ら助けてくれた。だからいいものを渡しに来たって言ってるぞ。律儀なやつじゃねえか。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。いいさそこに俺たちが通りかかったわけか。あいつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルビウにいたやつにそっくりだったな。メル？ああ、あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったかな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな、キューブ。逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。この島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ。直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ。確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。ほぼ間違いなくな。どうしてそれがわかるの？これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。ま、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか？そうね。一度状況を整理した方がいいわね。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた。そのオウム今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔うために作ったもんだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。まあ昔話さ。今は俺がいる。流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。さてと、行くか。